ザ。こんにちは。豊さん、はい、暑くなってきましたね。暑くなってきたな。まあ、ね、暑くなってきたのはもうその前から暑いからな。まあまあまあ、でもまだほら梅雨だったりとかして。いやいや、まあプロ野球が始まったということで暑いよ。あ、そっちの暑さですね。当たり前だよお前。何やお前、気候のこと言ってんだのんびり。いや、ジメジメしてるなと思って。ね。そうだね。あ、こんなところに携帯が。だから何なんだ。というわけで。どういうわけなんだよ。お前ちょっと調子悪いんだよ。だ、梅雨時期は、梅雨時期は私頭の中がもう湿気ムンムンでダメなんですよ。亜熱帯になっちゃって、はいはい、いや、ほらね、今ね、ここに携帯があるじゃん。そんなこと言うからボタン取れちゃったじゃないですか。毎回1個ついてるから、全部取れたらすいません、はい、本当に今日はですね、はい、まああれですよ、コナミのモバイルアプリゲーム、はい、プロ野球スピリッツエース、はい、プロスピですよ。プロスピな、大人気ですよ。な、私の周りめちゃめちゃやってます。ガチャ引いて誰が出たとか。そう、あのガチャがな、うん、ただね、あのポイントがあるんだよ。え、ポイント、はい、指数が書いてあるんだよ。はいはい、あれ俺低かったんだよ。それね、腹立ってんだよ。ですよね。そう、根に持ってますよね。根に持ってるんだよそれ。実は私の周りのファンの方も、うん、豊さんが根に持ってるって低すぎる。そうなんだ。ちょっとコナミ呼んでこいみたいな感じ。そう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 、その今日はコラボ企画なんです、実は。そうなの。そうなの。じゃあ優しくしようね。そうですね、はい、で今回のコラボ企画は何かと言いますと、はい、キャリアハイベスト9ということで、今現在 NPB に所属している現役選手から。だからメジャーダメだからね。あ、ダメですね。メジャー行ってる選手は除いてということですか、ね、そうです。だからメジャー行って今帰ってきて NPB でやってる選手は OK ですよ。 OK、はい、そうです。で、その選手の中からベスト9を組んでみようということなんですけれども、うん、で、豊さんのチャンネルからは、うん、はい、まあ、ちょっと2名の選手を、まあ、後で推薦してもらうんですけど、まあ、ピックアップでな。そうです、そう、はい、ピックアップするんですけれども、実はその豊さんが推した2選手が7月中旬開始予定のプロスピーセレクション第1弾で、うん、キャリアハイ成績で実はゲームに登場するんですよ。おー、いいね。多分指数はめちゃくちゃ高いと思う。これ割りは間違いなく高いと思う。なんそこはやっぱ気になってます。気になるね。それをまたなんか後々ね、まあまあまあ、上げてもらいましょう、まあまあ、指数はね、まあまあ、はい、ということで、で、この企画なんですけれども、 YouTube チャンネルのコラボリレーという形で、うんうん、全部の、チャンネル6チャンネルで同じ企画が発表されるということなので、これ合わせて見ていただくと面白いよな。そうです、だから全部で12名ってことですよね。 6×2 で、はい、というわけで、じゃあ豊さんが一体キャリアハイのベスト9の選手、はい、どの選手を選んだのか発表していきましょう。だからピッチャー3人だろ。あ、そうです、そうです。で、あの先発、はい、中継ぎ、抑えね、はいはい、で、まあ、DH も含めて12人の選手を選出してるよ、はい、いや、ちょっと今までベスト9、まあ、ベスト9おじさんですけど、豊さん、まあ、そうだ、まあ、ベスト9って言ったら高木だから。そうですね、広辞苑とかにも載ってますよ。そうそうそう、ウィキペディアにも載ってますけれども。あ、そう。いや、嘘です、載せましょう。なんだろう、嘘なんか。これ俺信じたよ、お前。あ、でもそうすると誰か載せてくれるかもしれないじゃないですか。はい、だけど、このキャリアハイで、しかも現役の NPB の選手でのベスト9ってやったことないですよね、キャリアハイでは。何年の誰々。あ、何年の誰々、そういう縛りはなかったな。ですよね、うん、なんでだけど成績を見ていくと、はい、やっぱこう気づく選手がたくさんいる。調べたんです、ね、お前ピッチャーから行こうか。じゃあお願いします。まず先発のピッチャーから行きましょうか。2008年の岩隈久志、うん、楽天。楽天2008年、うん、これ20勝してるんだけどさ、はい、これはね、投げたボールがピンポン玉のようだ。だ、普通の人だったらパンと投げたら、はい、まあ、ボールって、まあ、普通見てる感じのでいくじゃない、はい、でもピンポン玉って投げたことある？ないです。ピンポン玉ってふわーんと吹き上がったりとかするんだよ、投げ方によっては。あ、そうなんですね。そんなイメージであいつマウンドにいたよ。へえ。だからすごかったと思う。そうなんですね、うん、いや、それで俺が札幌ドームで解説してる時に、はい、ダルビッシュと投げ合ったんだよね、はい、岩隈が、はい、その時に5回までかなんか両方ともノーヒットノーラン。いや、すごいなっていう。すごいですね、うん、結局両方勝ち負けつかずに、はい、日本ハムがサヨナラかなんかで勝ったんだよね。あ、じゃあ両投手にそっか、うん、勝ち負けはつかなかったんだけど、やっぱね、あのボールのこの なんていうのかな、軌道の軽さっていうか、はい、この動き方、はい、
これはやっぱ人にはあんまりないような動きをしてた岩隈はこの年に。そうなんですね、うん、あ確かに言われると、例えば楽天だったらあの時例えばマー君とか、まあ、まあ、マー君はまだいないあれですけど、うん、でも確かにそういえば岩隈投手そうだったよね。だから岩隈でしか勝てなかったんじゃないかなっていう印象がある。だからやっぱアタネで一緒に行ってるんだよ、まだ若い時でさ、はい、でもどんなピッチャーになるのかなって、素質は抜群にいいんだけどなって思ってたら、うん、その時バーンブレイクして活躍したというね、はい、だからすごい印象深い年だよね。2008年の岩隈久志投手、はい、はい、じゃあ続いて中継ぎは2016年宮西。お、宮西投手、日本ハム、はい、これはやっぱね、鉄人だわそれとなんていうの、1イニングを任せてもいいし、ワンポイントでもいいし、失敗が少ない、それと丈夫だっていうこと、怪我をしない、怪我をしない、うん、まあ去年か一昨年かな、ちょっと手術はしたけど、クリーニング手術みたいなのは、はい、そりゃそうだよね、うん、岩瀬に次ぐ登板数を誇ろうとしてるわけ、それを記録に迫ろうとしてるわけだから、はい、やっぱすごいピッチャーだよ。だからそんなに目立たないけど、はい、内容はすごいホールド数とかで、左だから左に対してっていうことは印象あるだろうけど、うん、結構右に対しても結構バシッといくからね、うんうん、じゃあ中継ぎは2016年の宮西投手、はい、さあ抑えですけれども、それは2007年の藤川球児やっぱり藤川球児投手ですか。2007、これはね、はい、なんていうの、まっすぐってわからない、分かってて当たらないピッチャーってなかなかいないんだよね、はい、でオールスターの時でもまっすぐ行くよっつって抑えてるわけだ、うんうんうん、やっぱそういうロマンがいいよね、ま、こだわりが、はい、だから本当に村田も言ってたけどさ、ジャイアンツのキャッチャーのね、はい、うん、藤川が出た瞬間に代打、僕代打出してもいいですよみたいな、やっぱそのぐらい敵が尻尾巻くぐらいの感じだな。だからやっぱ藤川球児かなっていう、特にこの2007年のっていうことですよ ね、 ね、じゃあピッチャーはこの3名と3名だね、はい、まあこれがいたらもう勝つね勝つ、もうリレーしていったらリレーして、まあそうでしょうね、はい、で野手いきましょう、はい、まずは、キャッチャーからです。そうだね、はい、2019年、まあ昨年の森友哉、はい、ここはもうここはね、はい、やっぱりキャッチャーで首位打者を取るって、うん、大変だやっぱ、うん、でチームがどうなってんのかっていうと、優勝させてるじゃない、はい、その防御率は最下位だよ、うん、最下位だけど、だけど打って返してるという、はい、その防御率が悪い分をね、うん、自分が打って返してるという。でまあ新之助が現役を引退したとかね、はい、まあいろいろあるからラッキーはラッキーかも。これもしじゃあ阿部選手が今年もやっていたら分からなかったですか。いやそれは新之助になったと思う。ああ2冠取ってるし。そっか、うん、そういうのもあるんですね。そういうラッキーがある。でも、はい、新之助に迫ろうとするぐらいのそのバッティングの技術だとかセンスはあるよね、森友哉選手。そうそうそう、うん、だからキャッチャーとして、はい、まあ選手したけどね、はい、うん、じゃあ続いてファーストです。ファーストはね、はい、2018年山川穂高、はい、あ、西武の、はい、同じ西武ですね、うんうん、やっぱ魅力あるでしょドスコーが、ね、やっぱなんていうのかな、全打席ホームラン狙ってるという、ね、はい、それも場外だと、で打ち損じたやつがフェンスを越えたらいいっていう、うん、もうそういう感覚の持ち主だけど、昨年あたりのその優勝を決めるようなシーンではバッティングも変えてきてるし、はい、なんか年々成長を遂げてるというね、はい、まあ、あのホームランはやっぱ魅力で入れたいよね。 なんかそのロマンの一つですよ ね、まあ、そうだね、はい、じゃあ続いてセカンドいきましょう、はい、2018年山田哲人、2015年ですね。あ、15年だね、はい、はい、山田哲人、まあ、だからトリプルスリーを初めてやった時ですかね、はい、やっぱ衝撃だよね、うんうん、でしたこの若さで、はい、それも続けてるというね。だから彼の基本がトリプルスリー、成績の、うん、みんな生涯で1回やればいいのかなみたいな感じもするんだけど、はい、もう3回もやってるという。豊さんもやりたかったですか。まあできればな、トリプルスリー、それはできればやりたいよでも盗塁はいくじゃないですか。率と盗塁はできるけどホームランはなかなかできないよ、やっぱり30本っていうのはすごい難しい
いや、あのね、40本っていうのは坂本勇人に聞いた時に、はい、40本はきついですよって言ってたの、はい、30本だったらなんとかって、うん、でもなんとかを軽くクリアしてくるわけでしょ、うん、そうなんですよね、それも3割打って、はい、だからやっぱこれは山田哲人しかいないよね、セカンドでは、うん、はい、じゃあサードいきましょう。じゃあ2009年の中村拓也、これもやっぱ魅力だよ、ホームラン、うん、それとね、彼はね、勝負強い、でホームランだけが目立ってるけども、はい、やっぱそれに伴った打点、勝負強さ、うん、で現役最多のその満塁ホームランの20本、はい、こういうのも魅力だよね、勝負強さという意味では、うん、昨年なんかは、はい、やっぱり山川がちょっとスランプになって、はい、4番これ厳しいかなって言った時に中村拓也を据えて、うん、山川に見せるとかさ、はい、4番のあり方を、うん、だからこうなんていうのかな、UK 向けの影響力を持ってるという選手だよ。2009年で選んでるんで、もうあれから10年以上経ってるじゃないですか。経ってるけど、それでも今ね、いて活躍してるってこと、やっぱりすごい選手ってことですよね。いや、すごいよ、やっぱりね、はい、で、まあ、ショートは言わなくてももうみんな分かってますよ。2016年、はい、坂本勇人何がおかしいんだよ。いやもうね、坂本おじさん誰か分からないじゃないか。分かりますよ、坂本おじさんって言われてるんですから。さ、確かにね、坂本おじさん、はい、坂本おじさんね、はい、やっぱ坂本選ぶしかないわけよ。いや、そりゃそうですよ、ね、いや、でも押しも押される成績って、やっぱショートで首位打者取ってるっていうのはね、はい、なかなかやっぱ取れないよ。難しいんですね。いや、難しいっていうのは体力的にしんどいから、精神的なプレッシャーもあれば、はい、動きの中の体力の消費、いろんなこと考えたらさ、で バッティングだってさ、別に回打ってるわけじゃない、うん、ね、2番打ったり3番打ったり1番打ったり、もう先頭でやってるわけだから、チームを引っ張ってるわけだから、はい、その中でやっぱりショートで首位打者を取れるっていうのはなかなかない。しかも巨人でってこともありますし ね、だからこれはやっぱり文句言われちゃう、俺が困る。もうね、俺が黙っちゃいねえみたいな。いや、本当にそうですね。そうそうそう、はい、続いてレフト行きましょうか、はい、2006年、福留恭介、これ中日の時ですよね。中日の時だよ、これはなぜかというと、はい、松井秀喜が三冠王王手だったんだよね、はい、その時に福留が首位打者をかっさらったんだよ。あ、そうだ、あの松井秀喜とそのタイトル争いをして、はい、まあ、それはホームランイコール打点はなかなか、なんていうの、勝負にならないよね。勝負にならないって言ったら変だけど、はい、やっぱ松井は4番だしさ、うん、やっぱ打点を稼げるところポジションにいて、うん、チャンスがあるとしたら首位打者しかなかったわけよ、はい、それを福留が止めたというね。おで、今でも健在、福留のバッティングというのがね、はい、だからやっぱ天才的なんだよね、バッティングというのが、うん、だからこの時のその福留の活躍っていうのは忘れてもらっちゃ困るぜみたいな。さあ、センターです、はい、2018年柳田悠岐、ソフトバンクの、はい、柳田選手、まあ、これは語る必要もない、記憶に新しいしな、はい、もう強烈だよね、やっぱね。もうインパクト、もうインパクトは低めは強い、はい、ね、高めが弱いだろうって、高めいったらサヨナラホームランって、うん、ね、里崎はよく言ってるけど、はい、もうどこも投げるところがないというね。そして走る、走る、足は速い、肩強い、はい、で、顔はイケメン、俺もそうは思わないけど、ね、まあまあイケメンの部類だよね。部類、いや、なんだよ、イケメンですよ。いや、お前何、いや、イケメンですよ、イケメンです。お前タイプだもんな。え、タイプなんでしょ、柳田。あの、もうあれですよ、体がね。いや、知らねえよ、見たことねえし。はい、そしたら私なんかもっと見たことないですけど。そうか、まあ、まあ、でもやっぱ抜群だよね、三拍子揃ってる、うん、で、プラスあのパワーがあるみたいな、ね、はい、うん、で、チームも引っ張れるというね、うん、だからもう抜群だよね、はい、はい、さあ、ライトは、ライトは2018年、ソト。あ、ソト選手、DNA、はい、DNA。これはね、途中から彗星のごとく現れて、うん、はい、で、ホームラン王をかっさらったというさ、うん、40本打った、はい。100試合ちょっとで40本打ったんじゃないの。すごいですね。いや、すごいんだよ。はい。いや、ペース的にはバレンティンが60本打った時よりも打ってんじゃないかって言われてるでしょ。あ、そっか、ペース的にはって。ペース的には、ね。そうですね。うん、いや、だから、あのやっぱり衝撃だったよね。それがフロックかって言ったら次の年もホームランを取ってるし、はい、まあ、今年なんか3年連続のホームランを狙ってるし、うん、はい、やっぱすごいよね。打つんじゃないかと言われながら、うん、やっぱりラメス監督がまだ疑って使わなかったし、うん、外国人の枠があって使えなかったんだけど、チャンスをものにして、はい、やっぱもう不動の位置を
確立したと。そうですね。じゃあそのまあ衝撃だったよ、やっぱ2018年のソフト選手がということですよね。で、DH です。まあ2013年のバレンティンだよね。ですよね。まあ、これはね、解説やってて、はい、なんかね、バレンティンがこう打席で、あ、これ集中したなって思う瞬間があるの、はい、これホームランを打つんじゃないですかっていう風な解説ができるバッターだったの、その年は。あ、そう。そしたら確実に期待に応えてくれた。なんかそのもう雰囲気というか、もう雰囲気というか、もうロックオンしてるというような感じだったの。へ、だからそういう意味ではそのバレンティンのその凄さというかね、はい、見せつけた2013年。すごかったですもんね。すごかった。というわけで、はい、はい、ね、豊さん、はい、選んでいただきましたが、この中から2名の豊さんの推す選手、まあ、推薦選手をちょっと決めたいです。やっぱり岩隈だよね。あ、2008年先発、はい、やっぱりセンターカメラで見てた時のさ、あの球の球道、うん、あれはね、他の人にはない、はい、もう本当にね、昔の映像を引っ張り出して見てほしいぐらいだよ、うん、もう本当ピンポン球、人が投げてるような感じでいくから、ボールが、いや、すごかったと思う。やっぱなかなか打つのは大変だったと思う、はい、じゃあまず、一選手目は2008年の岩隈久志投手と、はい、じゃあもう一選手はどうしましょう。まあ、2018年の外だよね。おお、これはやっぱ彗星の音が現れて結果を出し、はい、それ以上の活躍をしたというさ、はい、みんなが期待してる以上の活躍をしたという、うんうん、外がホームランを取るなんか出てきた時点で思わないもん。それを覆したという。覆したという。で、今も。今も、ね、うん、実際に。それが実力だったという証明をしているということがね。はい。やっぱ素敵だなっていうふうに思う、ね。はい。じゃあこの2選手ですね。2008年の楽天の岩隈投手と2018年の DeNA の外選手が。はい。じゃあ豊さん推しで。そう。出てくるってことですよね。つまりガチャ。出てくるよ。そうですよね。多分指数は高い。指数。どうします。分かり間違って豊さんなんか出てきちゃった。俺が出てくる。急に。俺が出てきた時は必ず指数をちゃんとチェックするようにする。絶対チェックしますよね。絶対チェック。あれね、何年のでがあるから。だから豊さんが例えば俺が日本記録を作ってる守備だったら、はい、うん、もう特 A だよね、多分。特 A ですか。特 A だって年間2個しかエラーしてないし。そうですよね。そうそうそう。そうですよ。ほんで3割3分3厘打った時ある。はい。そしたらやっぱ特 A だよね。特 A ですよ。今 いくつだったんですか。79とか80いかなかった。引かなかったんですか。どういうことそうですよね。ちょっとコナミさんにね、ちょっとご連絡殴り込みをどういう指数でやってんだみたいな納得いくようにね、書面でもらいましょうか。そうですね、はい、というわけでさ、今回はですね、その、コナミのモバイルゲームプロ野球スピリッツエースとのちょっとコラボ企画ということでお届けしたんですけれども、まあ今挙げた、ね、岩隈投手、そして外選手、はい、の、まあ、登場する、プロスピセレクション第1弾は7月中旬開始予定ですので、まだねゲームを始められてないという方、この機会にちょっとダウンロードして今からね、いや面白いよ ね、はい、ぜひ始めてください、はい、で、あのアプリのダウンロード用の URL はですね、このチャンネルの概要欄に、貼っておきますので、はい、ぜひ、皆さんもチェックしてください。よろしくお願いします。